いちごる。菊池さん、今日は伊原さんが出てる動画で、入射を安定させるために、バンカーで練習するって動画あるじゃないですか。はい、あそこにバンカーがない時にどうやって練習すればいいんですかっていうので、コメントを返してましたよね。そうですね、確かにコメントをくれてた方いらっしゃいますね。で、返してたとは思うんですけど、コメントだけじゃ分かりづらいと思うんで、実際ちょっと教えてもらえないかなと。確かにバンカーのある練習場ってあんまないですもんね。はい、で、バンカーで打つ練習の目的として打点の安定なんですよ。で、打点の安定を、バンカーのない練習場でどういう練習したらいいかっていうのは、高いティーアップでショートアイアン、まあ、今54度なんですけど、54度、はい、でちゃんと球にコンタクトする練習っていうのが一番効果的だと思うんですよね。この時のティーアップの高さはもうできるだけ高め、できるだけ高め、できるだけ高めにしてください。はい、なんでかっていうと、ちょっと低めにしちゃうと少し下に当たってもミスをカバーできちゃうじゃないですか。で、高めにすると蓋を打った時にティーを打って誰も落とし見たくなっちゃうんですよ。はいはいはい、ミスが分かりやすいっていう意味も含めて高めのティーアップにしてもらいたいんですけど、反応悪いですね。はい、行きます。じゃあちょっと一発打ってみますね。はい、で、当てる場所のイメージとしたら、この溝の、はい、こう溝があるじゃないですか、はい、それの3本目か4本目で当てるイメージ。そんなとこ狙えるんですか？狙えるんです。3本目が当たってるか4本目が当たってるかって分かるもんなんですか？まあ大体そのぐらい当たってるんじゃないかなと思って、はい、まあ、だからどこに当たってるかってシートをつけたら分かりやすいと思うんですけど。ああ、なるほど、はい、もうこの練習で一番やっちゃいけないのはダフること、ダフること、ティー打っちゃうことが一番いけないんで、ちょっとティー打ってもらうんです。ティー打ってみますね。はい、はいはい、これが失敗、これが一番良くないです。で、やっていいミスはトップです。トップってみますね。今の完全にトップなんですけど、はい、狙って打ったトップなんで、要は自分の当てたいところに当てるってことが大事なんですよ。で、トップさせようと思ってるのにダフるっていうのは打点がずれてるってことじゃないですか。で、これで理想を言うなら、ちゃんとハンドバーストに当てて、はい、このショートアイアンで高いティーアップで低いボールが打てるようになれば適正なハンドファーストなんで、はいはい、今のは完璧ですね。この練習方法、まあ、7番アイアンとか5番アイアンとか何のアイアンでもいいと思うんですけど、まあ適正なハンドファースト角を作って低い球を打つ練習っていう意味ではショートアイアンでやった方が、まあ、難しいんですけど、まあ、より上達への道に、まあ、一番近いというか、なのでショートアイアンでちょっと練習していってもらいたいと思います。